まだまだ。総督、教皇の前続くこのバラの道は、こんなもんじゃ俺の行く手は耐えれないと。これは一体体力か、徐々に奪われてしまっている。くそ、このバラが原因か。行くぞ。ペガサス、やはりどこかおかしい。こいつらも意識が錯乱しているのか。セイヤ、セイヤ、セイヤを助けなきゃ。きっとセイヤは今頃意識を失っているはずだわ。セイヤ、私が行くまで死ぬんじゃないよ。セイヤのコスモを感じる。でも弱まってきてるわ。セイヤ、セイヤ、どうやら同僚はバラの光景に毒殺されるわ。セイヤ、イーグルクラウン、そうこうしてモンローズの効果を伝えまで、このままでは死んでしまうわ。できることなら、このままお前を助け出してやりたい。お前はアテナのセイントなんだからね。このマリンが引きずってでもお前を教皇のままで、セイヤ、こんなところで死んでしまったらダメだ。裏切り者のマリンだ。こんなときまで来ていたとは。せいや、高校の間に行こうとするなど許さぬ。邪魔をするんじゃないよ。それにお前たちと争うつもりはない。黙って通せば命だけは助けてやる。出せ。どうしてもやるって言うんだね。だけどせいやの命は何があっても取らせやしないよ。たとえこのマリンの命が尽きようとね。イーグルクラウン、せいや、もう少し。マリン、マリン、
一気に駆け抜けるんだ。女のマリサを踏み台にして俺だけ生き延びるなんてできっこないじゃないか。燃えろ俺のコスモよ。ペガサス流星拳。やったデモンローズが吹き飛んだ。マリサもう教皇の間は目の前だ。私に任せな。マリンのことも私に任せて、お前は早く行くんだ。サイナさん無事だったんですね。じゃあ早く、時間はないんだ。ありがとう、サイナさん。セイヤ、まずお前の張りがある。お前はこの戦いに勝ち抜いて戻ってきた。必ず返させてもらうから。死ぬんじゃないよ。見えた、ペガサス水星拳。ペガサスの水星拳。Thank you.
月、紫龍、氷河、春、友という大きすぎる犠牲を払いながら、聖夜はついに教皇の間にたどり着いた。アテナの胸に刺さった黄金の矢を抜くことができるのはサンクチュアリ広しといえども教皇しかいない。残された時間はあとわずか。果たして聖夜は教皇を連れて行き、沙織を、アテナを救うことができるのか。お前が教皇か。聖夜、よくぞここまでたどり着けたな。お前たちこそ真の力と勇気を持ったアテナのセイントだ。冗談に付き合ってる時間はないぜ。アテナに刺さった黄金の矢を抜いてもらう。あんたを力ずくでも連れて行くぞ。何？聖夜、すまないが私の力でもアテナの胸に刺さった矢を抜くことはできないのだ。今さら言い逃れはさせないぞ。聞きたまえ聖夜。この教皇の間を抜けたアテナ神殿には神話の時代から受け継がれたアテナの巨像が立っている。遥かなる昔、アテナは右手には勝利の女神ニケを、左手には盾を持っていたのだ。いわばその二つこそがアテナの証。そしてアテナが左手に持つ盾、その盾こそがアテナの命を救う力があるのだ。だからアテナ神殿へ早く行け。そしてアテナの盾をアテナの方向へかざすのだ。そうすればアテナの胸に刺さった黄金の矢など跡形もなく消え去る。教皇、大丈夫か。私に構わず早く行くんだ聖夜。盾を取ったらすぐに戻ってくるからな。待て。え、教皇、なんだ。誰がアテナの盾など取りに行かせるか。何？教皇の髪の毛の色が変わった。これは一体。死ねせんよ。バカ、そうやすやすとアテナ神殿に乗り込まれてたまるものか。なんだ、一体どうしたんだ。まるで神が悪魔に変身したようだ。ここへ来て私の体を覆え、我が苦しよ。ジェミニー、教皇の正体はゴールドセイントの一人、ジェミニーのセイントだったというのか。でもなぜなんだ。小僧、お前などに何も分かりはしない。また知る必要もない。まさか教皇ジェミニのセイントだったなんて。ということはこいつが春夜氷河たちを。そう、まだまだ。だが結局ここまで取り付けたのはお前ただけ。お前はここで死んでもらうぞ。仮にも12の銃を突破したセイン、私に聞いて、その褒美に教えてやる。教皇に
成りすましていたのか。アテナは間もなく死ぬ。そうすればアイオロスが持ち去った勝利の女神ニケも世のもいかなる勝利をもつかむことのできる勝利の女神ニケ、神や悪魔のいかなる攻撃をも退けるアテナの盾、まさしく天界のゼウスを抑え、海海のポセイドンを抑え、冥界のハーデスさえも抑え、この私が。セイヤ、セイヤ、こんなところで諦めるなんて。よし、強行が苦しみだぜ。これじゃなしよ。もはやこれ以上の罪を重ねる、アテナの命を救うまでセイヤを殺させはしないぞ。黙れ。お前さえいなければ私はとっくの昔にこの大地を支配していたのだ。お前の邪魔さえなければ今頃は。ヨコ、なんだ、誰と話しているんだ。そんなにペガサスの味方をしたいのなら命まで取るとは言わん。その代わり五感をことごとく断ち切ってくれるわ。せいや、まもなく十二球全部の火が消える。アテナの命、この私の力が全世界をことごとく覆い尽くすのだ。まだまだ、そんなことは絶対にさせない。よし、いや、お前はここで死ぬのだ。まだ死にきれない。いっそ人思いに殺してやった方が情けというものか。あなたはディレクション。いくぞ。またで、また教皇が苦しんでいる。なぜ私のジェミニのマスクが涙を流したりしよって。ジェミニのマスク、さっき教皇のまで見て。なぜ私の邪魔をするのだ。私が大地を支配することがそんなにいけないことか。力のある者が天下に立つのは何が悪い。そうしなければ。倒した、ゴールドセイントのジェミニオ。もうすぐだ、もうすぐ沙織さんのアテナの命を救える。バンフェン、まぐれの高速拳を数発当てただけで私を倒したなどと思うのは甘いぞ。今度こそ息の根を止めてやる。死ね、せいよ。何、ペガサスローリングクラッシュか。残念だがお前の最後の技さえも通用しなかったようだな。強い、強すぎる。ダメだ、どうすることもできない。さあ、その首を落としてやろう。覚悟はいいか。誰だ、この私の邪魔をするの。フェニックス一騎。バカな、貴様は釈迦と共に消滅したはず。残念だったな、その釈迦とムーが
俺を再びサンクチュアリに呼び戻してくれたのだ。少子だ、今さら死に損ないが一人増えたところで何ができる。二人まとめてあの世に送り届けてくれる。あの世に行くのはお前の方が先だ。勝負の一騎。その命を再び捨てに来たのか。この俺の命などいくらでも取れてやる。聖夜だけは絶対に死なせはせん。何度でもはまけてやる。アテナ、自らの命を懸けてこの友のために同じ時代を分かち合い生まれてきた熱き潮の友のために、この命を懸けてジェミニー、お前を倒す。くらえ、フェニックスの剣を。ペガサスを始末する前、まずはお前を葬り去ってやる。さすがブロンズ最強を誇る一騎。貴様は死んだものと思っていた。シャカン、シャカン、そうだ、シャカンは一騎。初めて心に迷いが生じた。迷いだと、シャカメ。どうした、フェニックス一騎。私にここまでのダメージを与えると、シャカも余計なことをしてくれたものだ。まあいい、この差が最大の剣によってお前に完全なる死を与えてやる。エドに潜み出たお前に地獄より恐ろしい墓場を見せてやろう。一騎よ、お前は仮にも一度は聖夜たちの命を狙った男。なぜ今さら聖夜のために命を賭して戦うのか。俺だけが地獄のような人生を。閻魔剣がここまでの威力を持つと、ひよこながら褒めてやるぜ、フェニックス。ここまで戦った貴様に対する褒美だ。しっかりと見届けろ、このジェミニ最大の剣、ギャラクシアンエクセプロージョン。これはうこれでお前をかばう者はいない。今度こそ殺してやるぞ、ペガサス。セイヤ、セイヤ、セイヤ、あなたは希望。今すべての人々も、あなたは希望。セイヤ、セイヤ、
また、しかもなんだ、聖夜の後ろに浮かぶあのコスモ、ペガサス、いや、ペガサスだけではない、聖夜の後ろに無数のコスモが。聞こえる、友の声が、兄弟の声が、そしてアテナの声が、みんなの声が俺のコスモに響いてくる。俺に勇気と力を与えてくれる。サガル、お前の最後だ。今こそ邪悪を断つ。できないペガサスが、よし、なおも私に戦いを挑もうというのか。アテナの命を救う盾を取りに行くために、俺たちは命に代えてもアテナを救うと誓ったんだ。俺の友が命を懸けて俺をここまで導いてくれた。シル、氷河、シュン、アテナの像までたどり着いてみせる。まだ俺は諦めちゃいけないんだ。どんなどん底にいようと這い上がってみせる。水星剣、さあ異次元へ飛んで行け。アナザーディメンション、アナザーディメンション。アナザーディメンション。
のコスモよ。ペガサス水星剣。一気が体を盾にしてお前をかばいさえしなければ今頃。今まで何人の友が倒れていったか。俺をここまでたどり着かせる。まだまだ。アテナを救うために。俺の命の炎が燃えている限り、たとえ這って行ってでも、アテナの盾を掲げなければ。だが、五感を断たれた俺は何も見えない。よし、聞くこともできない。見る以上にそれらの感覚を超えて、今はっきりと全てのものを感じることができるのだ。なんだと。それではお前は六感全てを超えたセブンセンシズに目覚めたというのか。だがお前がいくらコスモを燃やそうと、私には一切歯が立たないのは立証済みのはず。この私に勝てるはずがない。行くぞ。みんなはこの水星剣、勇気と力を与えてくれた。まだまだ。俺はみんなの希望なのだ。心のコスモよ、セブンセンシズよ、今こそ水星剣究極まで燃え上がれ。くらえ、ギャラクシアンエクセプロージョン。ギャラクシアンエクセプロージョン。いくらセブンセンシズに目覚めたからとは、ペガサスごときの剣を再び食らうと。だ体力がないのは聖夜とて同じ。ペガサス水星剣。もう命の残り火が消え尽くす最後の瞬間まで、アテナを救おうとしているこいつらこそ、まさしく平和を愛する聖夜となので。水星剣。それに引き換えこの私は、いや、何としてでもペガサスを止めなきゃ。これで終わりだ。私こそが。ついにジェミニの差が諸悪の根源を倒したぞ。
謎だ。でもさっきまでかすかに見えていたアテナ像まで霞んできた。俺のコスモの炎まで消えようとしているのか。聖夜、俺のコスモ、誰かが語りかけている。聖夜、お前は俺たちの約束を忘れたのか。そうだぜ聖夜、俺たちは命に代えても必ずアテナを救おうと誓ったはずだぞ。聖夜、立つんだ。聖夜、しっかり。聖夜、アテナを救うのはお前しかいないんだ。頑張れ聖夜。五感を失おうと聞こえる俺のコスモにみんなの声が、みんなのコスモが俺に届いている。まだだ、あと少しなんだ。諦めてなるものか。見えないけれどアテナ像をすぐそばに感じることができる。アテナ像のあの盾さえかざせば沙織さんのアテナの命が救えるんだ。
アテナは死んだのだ。もはや私に恐れるものはない。お待ちなさい。何？サガ、もはやあなたの敗北は明らかです。あなたもセイントならば潔く自らの非を認めなさい。お前たちまでなぜだ。俺たちの命がまさに燃え尽きようとした時、アテナが再び俺たちの命の炎を燃え上がらせてくれた。セイヤ、セイヤ、聞こえるか。よくやったぞセイヤ。アテナは完全に蘇った。そうか、これがアテナの力というわけか。セイヤ、時を分かち合い、同じ目的のために生死をかけて一緒に戦ってきた俺のかけがえのない友達、そのコスモが俺を呼んでいる。まだ邪悪は断たれていない。そうだよなみんな。この世界を救えるのは真に力のある者だけだ。もはや手加減はねえよ。この拳でお前の心臓をぶち抜き楽にしてやる。言ったはずだ。たとえ五感を失っても心のコスモが燃えている限り俺は命を懸けて戦うと。だがお前のどこに私と戦える力が残っているというのだ。セイヤ、あなたは一人ではないのですよ。セイヤ、セイヤ、俺のコスモ、僕のコスモも、セイヤ、俺のコスモも、俺を呼ぶみんなのコスモ、はっきりと感じることができる。五感が失われてもみんなのコスモがはっきりとわかる。これが究極のコスモ、セブンセンスズなのだ。そしてアテナよ、俺に最後の敵を倒す力をくれ。セイヤ、いけるぞ。頼むセイヤ、お前のコスモを究極まで高めるんだ。くらえ、ギャラクシアンエクスプロージョン、行くぞ。セイヤ、今のお前ならサガを倒せる。サガよ、お前を立つ。なんだこの巨大なコスモ。シーバー、ヨーグ、シュー、一気のことも、せい、まだまだ回っている。水星剣、この私はやすやすと死ぬわけにはいかん。何？私こそまだまだこの地上を支配する唯一の男なのだからな。笑わせるなサガ、お前の仕業はすでに我々にも知れているのだぞ。まだ幼いアテナを殺そうとし、俺の兄アイオロスを、そればかりか、強行まで殺害した。まさに邪悪の化身。そんな男にこの地上を治める資格などあるものか。セイヤ、頼む、立ち上がってくれ。まだまだ、
お前はこんなところで負けるような奴じゃないだろ。私が正しいか、アテナが正しいか、私の力を持って証明してみせよう。先生かが、沙織さんに剣を向けていいのは俺を倒してからだ。俺の命もコスモもまだ死んじゃいない。俺はこの十二球の戦いで数多くの人をくぐり抜けて気がついた。たとえどんな状況であろうと、諦めさえしなければコスモは極限まで高められると。サガ、お前はコスモの高鳴りを感じたことがあるか。セイヤ、そうだ、水星剣でサガを倒すんだ。セイヤ、起き上がってくれ。君は僕たちみんなの希望なんだ。セイヤ、大丈夫か。アルデバナ、聖夜がここでくじける男かどうか、お前が一番知っているはずじゃない。俺は知らない。聖夜なら必ずサガを倒す。
へこたれるな。どうしたセイヤ、お前はそんなことで負けるようなセイントではないだろう。まだまだ、ペガサス水星拳、まだまだ、エロアナザーディメンション、ガラクシアエクスプロージョン、私
が受けねばならない戦いです。アテナ、倒れるまで戦い続けます。
コスモ、しっかりと届いていましたよ。